ボイカリンです。今日は2月2日チャンネルの誕生日。イエーイ、3歳になったのぜ。でも毎年この時期は節分と抱き合わせのメニューになるのよね。というわけで霊夢巻き寿司を作るよ。じゃあ霊夢ちゃんの巻き寿司とか絶対縁起がいいじゃない。本日のお品書き、狭間でご飯炊くよ。次にご飯の色付け、マスコッチが巻き寿司作るよ。その後霊夢さん巻き寿司を作って、おまけに余った材料で巻き寿司を作るよ。それじゃあ早速作るぞ。霊夢巻き寿司。今日も京都市狭間でご飯を炊くよ。どれくらい炊くんなら ?4 合だよ。くなぁ、一升じゃねえんかぁ。一升ってなんだっけ?1升は10合のことだよ。昔はよくその狭間で1升炊きょうたんじゃ。昔の人はよくお米を食べてたのよね。そういえばこの狭間ってどれくらい古いんだ?この狭間は終戦より前に買ったもんじゃ。終戦っていつだったっけ?2021年は確か終戦76年目だったわよね。この狭間を買ったのは76年よりももっと古いぞ。物持ちがいいんだね。ええもんを大事に使えば長く使えるんじゃ。羽釜の話をしながらバーバが薪ストーブの準備をしてくれたのぜ。お米は30分以上水に浸したら火にかける。薪が多すぎて乗せれなかったわ。今度はオッケーなのぜ。火加減はどうするの？強火で沸騰させてね。しばらくすると、うわお、沸騰してるのぜ。沸騰したら火を弱める。今は火力強すぎね。3本くらい薪を抜いておこう。寿司飯はいつもよりも水を少なくしとるから焦げないか心配じゃ。待ってる間に寿司酢を作る。お酢に砂糖大さじ3、塩小さじ2を加える。どこに持って行ってるのよ。ここなら暑いから砂糖と塩も溶けるんじゃないかな。しばらくした後、ご飯を引き上げるから寿司酢も引き上げるよ。まだ少し溶け残ってるけど混ぜればなんとかなりそうなのぜ。それじゃあご飯は引き上げて5分ほど放置しておく。5分以上経ったよ。さあ、焦げたかどうだか見てみよう。上は普通なのぜ。あれれ、これやばいかもしれん。なんかお焦げすごいのぜ。ちょっとお茶色いわ黒いわ、なんなのよ。白い部分を摘出。手術完了なのぜ。黒焦げ焦げになってるじゃないの。本日は3種類のご飯の色を作る。1つ目は白。霊夢ちゃんの白といえば髪飾りがそうね。2つ目は霊夢さんの顔の色。きび砂糖を加えた寿司酢をかけて作る。バーバーなんとかしてくれなのぜ。やっぱり火が強え気がしたんじゃ。マスコッチがやってきた。海苔の向きは横長の方が作りやすいよ。ここよ。ご飯を乗せるのも自分でやりたいらしい。おーちゃんと広げようとしてるのぜ。スプーンの方がやりやすいよ。広げてねー。息子っちが大好きな納豆を入れてもらいましょ。仕上げに私がご飯を伸ばして。さあ、巻き巻きするのぜ。あ、下の巻きすごと巻くんだよ。本当に巻きすごと巻いてるけどなんか違うわね。難しかったかな。最後にぐーっと形を整えるところだけやってもらおう。ボロボロではあるが一応できたのぜ。で、納豆巻きよりもイチゴの方に興味が移ってる。イチゴあげるからあっちでじいじと遊んどいてね。黒ごまは一体何に使うの？霊夢さんの黒い髪の毛用のご飯を作るんだよ。ごま味の酢飯美味しそうだな。もっと黒くしたいから醤油を少しずつ足したよ。黒というか茶色くなったわね。霊夢さんのお肌の色はあの焦げた飯にきび砂糖と醤油とお酢を混ぜ混ぜして調整する。いい感じなのぜ。マグロは汗をかいてたからキッチンペーパーで拭いておく。いよいよ巻き巻きタイム。これは何？霊夢さんの耳横の飾りだよ。赤はマグロで白は白い酢飯で作る。海苔のいらない部分を切る。薄茶色の酢飯？これは？これが霊夢さんの顔になるんだよ。海苔の大きさは大きい海苔の4分の1を使ってるわよ。顔の横に最初に作ったマグロのもみあげをつけて、黒髪は巻かずにそのまま覆いかぶせる。というか、今更だが、なんでマリサは作らないのぜ？マリサは帽子のリボンとか装飾が難しいし、髪の毛は黄色で具材が卵だけだからなんかやる気でんかった。ぐすんやる気出して欲しかったのぜ。できたの？これが霊夢ちゃん巻き？切ってみないとわからないね。うおやー。おーおー、なんか斜めになってるけど霊夢に見えるのぜ。私あんなにへちゃむくれてないわよ。チャームポイントのリボンも潰れてるし。目はノリで作る。しまった。このノリは色が薄いな。安いノリを買うからでしょ。ピエン今度から黒いノリを選ぶよ。それはそうと完成なのぜ。へちゃむくれて可愛いじゃん。いただきます。美味しい。特に黒ごまご飯、黒ごま醤油酢飯が合うね。おこげ波動なのよ。せんべいみたいに硬いからお年寄りは無理かもしれない。そしておまけコーナーに突入。刺身の盛り合わせを買ったから卵も入れて可愛い巻き寿司を作っちゃおう。焚き火で卵を焼くのは難しいんだ。バーバよろしくお願いいたします。火が強かったり弱かったり不便じゃなとか文句を言いながらやってくれるんだよな。薄焼き卵で巻いたら可愛いかな。
なんか勾玉みたいな形になった。不格好だけど黒ご飯も意外とおしゃれじゃない。これから年一回巻き寿司の特訓よ。ピエーン。それじゃあ次回は何を作るのぜ。次回金曜はポテトチップス食べたい気分だよ。気分ってなんだよ気分って。霊夢の次はマリサを作ってくれないのか。みんなグッドボタンで応援よろしくなのぜ。それではここまでのご視聴ありがとうございました。